僕、ラックファイブ人気キャラクター、ラジットくんです。会議の皆さん、せーの、けーどーいやー、ラジットくん喋るじゃん、やればできるじゃん。いや、完全に会社でした。今日動かない日だね。急にどうしたんですか。ここにやってきちゃったよ、私たち。いや、僕ね、ラジットくんといえばもうラックファイブの大宮の本社ですよ。びっくり。はい、ダメ元でね、ちょっとカイちゃんが。本当ですよ、昨日まですごい車運転してて、で、うわ、もうこれ何も見つからないだろうなって思ったら、はい、目の前にナックファイブがあって、寄ってみるかと。いや、これ行ってみようって思って、はい、行った瞬間にまさかのサコピーが出てきてくれてさ、鬼玉、ありがとうございます、本当に。鬼玉とアイミートアップでおなじみの、はい、そしてヒツダサウンドでおなじみの。いや、まさか。そしたらラジット君も、おぉ、それ撮っていきなよっていう話をしてくれました。そうなんですよ。結構仲良しなんでね、夏会の時ぶりぐらいに会えたんで、ラジット君は。それで仲良しと言えますか。仲良し、めったにこっち来ないですよね。でもね、心は通じてるからね。いや、もう無理やり首を、中の入ってる芯が折れちゃいますから。すごいな。そんな今日はちょっと FM ナックファイブさんの本社から、はい、あのね、替え玉やっていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、テーマが難しいですね、今日は。そうですね、じゃあサコピーにちょっとワード決めてもらえたらいいな。じゃあちょっとサコプロデューサーに、はい、なんか一言ワード、カエちゃんが一句読むワード、はい、そしたら花火。花火、おー、ラジットと来るかと思いきや花火ときましたね。夏らしいですからね。はいはい。じゃあサポピーからの、お題いただきましたので、はい、花火で一句お願いします。花火から花火師生まれたネズミ花火。ありがとうございます。はい、苦い顔してますけど、お題を出していただいたサポピーが苦い顔してます。これ手叩いて笑ってます。いや、それ呆れてるんですよ。こんな出したお題をこんな風に料理されて、どう食べればいいんだっていう。やっぱ花火師さんはこの毎年毎年夏のために仕事をしてますからね、せっせとせっせと。まあ、花火大会ね、花火打ち上げ、はい、だからやっぱそれのためにこうネズミ花火を作ってくださってるんだなって。いや、あんまり打ち上げないですよ、花火大会で。ネズミ花火は個人で楽しむものですよね、基本。そうだっけ。はい、そんなおね、隅田川とかでネズミ花火がちょろちょろちょろってそのなっててもそんなね、玉屋も言えないですけど。玉屋、はい、はい、ということでラジット君も大爆笑しているところで、皆さんいつも替え玉にコメントとチャンネル登録ありがとうございます。いいですか、サコピー一言いただかなくて。今日のこのサコピー、じゃあ今日の一連を通してどうでしたかね。このね、替えちゃんをいつも見てると思いますけど、はい、鬼玉とかで、はい、相変わらずの相変わらず以降の言葉がちょっと出てこないぐらいちょっと感動されたみたいなんで、成長ぶりになんか、はい、いろいろゆかりがある感じがしますね。ラジット君が出てきてサコピーが出てくる感じも、そうですね、こうなんか何とも言えない、なんかいろんなものが混ざり合ってる気もしてしょうがないです。もともとは一つだったけど、バラバラになった神様とピッコロみたいなもの、はい、みたいな感じで、もうなんか全てが多分いつかまた一つになってジャンプとかしてくれるんじゃないかっていう、いろいろとね、なんか復活の、はい、復活をね、うん、今はちょっと離れてますけど、ちょっとなんかあるかもしれないなっていう、何かしらまた一心同体になることもあるでしょう、このことなんかすごいもどかしい気持ちになりましたけど、はい、これからもどうなるか、ぜひ楽しみにしていてください。それでは、行ってきます。